きりの勉強会。誰もいない家に若い男女が二人きり。何も起こらない方がむしろ不自然。見られる危険が高いから。危険にパンツやーし、無駄毛な車輪もやーし、歯磨きもやーし。さっさと始めるぞ。何やってんだお前。なんでもない。生活感のない綺麗な部屋。さっさと始めるってここで？マジ？どうしよう。とうとうこの日が来ちゃった。あいつが私の後ろに立って、そっと耳元に近づいてきて、優しくおふたて。お勉強。おい。いいか、赤点4つ以上で留年なら裏を返すのは3つ以下でセーフってことだ。試験まで1週間を切ってる。睡眠時間は極力削って、学校以外の時間は全てテスト勉強に費やせ。そして読解力を要する国語と古典、それから範囲が広く問題が予想しにくい英語は捨てろ。残りの3つに勝負をかける。特に数学と物理は問題が予想しやすい。同じパターンの問題を何度もやっておけば赤点の30点を超える可能性はない。それから日本史は狙いなら。おい、どうした？そんななだれ式勉強法私にできっこない。とにかく寝る間も惜しんで勉強するんだ。いいな？いやよくないって。こんなの私が描いた勉強会じゃない。源の頼朝の妻で後に天将軍と呼ばれた人物は瀬戸内寂聴。13世紀後半に日本を攻めた元の皇帝は玉藩金峰。東方見聞録を書いたイタリアの商人タマゴポーロ。あれ、ふざけてんのか。マルコポーロ。 Q は物質が持つ熱量、 N は質量、 T は何を表しているか。生きてほしいわ。寝るな。やったー、終わったー、やっと帰れる。これ、明日までな。82年。大丈夫？目が落ちくぼんでるよ。みんな知ってる？宝珠って思ったよりたくさんいるんだよ。あんた本当に大丈夫？あなた次の通信簿の結果次第じゃ留年するんですってね。ああ、やだやだ、あんたみたいに通信簿のことばっかり気にする通信簿女。きっと人生の通信簿はオール1ね。何も言い返せないみたいね。ま、あの女と私じゃ頭の出来が違うからね。人間大切なのはやっぱ知性よね。リーダー、一個いいですか？何？通信簿じゃなくて通知表じゃないですか？普通高校生で通信簿って言ってたら頭悪いって思われそう。タミヤ、恥かかせたわね。これ明日までな。どうした？何わめいてんだよ。はぁ、このドS野郎、誰のせいでわめき散らしてると思ってんのよ。絶対今日はあんたの家には行かないから。あんたの家？帰って寝るから。帰って寝る？性的な意味だな。ちょっとニカ、どこ行くの？帰る。もう誰が何と言おうと家帰って寝る。
鍵忘れないでよ。そうなの？もう言ったじゃない、お父さんとお母さん今日から鬼怒川温泉行くって。温泉で新婚の頃のようにいい汗流してくるわ。お姉は今日は野球選手と朝まで合コンだって。いやー、野球選手に恋のドラフト1位指名されたらどうしよう。リカ、俺と恋のバッテリーを組んでくれ。でこーる、あ、そうだ、ちょびっと待って。あー、まあいっか、どうせ草野球選手だし行ってきます。私も学校行かなきゃ。鍵忘れて締め出されました。今晩一晩だけどうか。ほう、今日は誰が何と言おうと家で寝るんじゃなかったっけ。そんな冷たいこと言わないで、お許しを。倍だぞ。え、お前のことは絶対進級させてるから、今夜はいつもの倍頑張るよ。うん、わかった。よく考えてみたら、こいつは全部私のためを思って勉強教えてくれてるんだよね。どうした？うん、それなのに私ってば、ちょっときついだけで逃げようとしてた。私頑張るよ。もう泣き言も言わない。頑張って絶対みんなと3年生になるよ。ああ、ねえ、どうして私に勉強教えてくれるの？別に大した理由じゃねえ。この間のお礼だ。この間って？飯食わしてくれたりしたお礼。ほら、続きやんぞ。全部作ったの？うん、材料は？冷蔵庫のあり合わせで作ったんだ。お前って見かけによらずすげえんだな。まあ勉強を見てくれたお礼っていうかさ。でもこんなんじゃお礼にもならないか。どうしたの？なんでもねえ。何よ。言いなさいよ。ほら、何でもねえって。何？あ、そういえばこの写真だって何よ。おい、やめろ。それ関連所の写真でしょ、昔の。やめろって、ね、前に言ったよな、俺母親いないって。うん、俺が中学の時男作って出てったんだ。俺と親父を捨てて。親父は出張ばっかで昔から家にはいねえし、だから母親が、あの女がいなくなってから俺はいつも一人だった。だから
この前お前んちでみんなで一緒に飯食った時すげえ楽しかった。私はずっと気づかなかった。当たり前だと思っていた食卓、にぎやかな声。これもうめえな。よかった。その毎日がどれだけ恵まれていたか、私は今まで気づいてなかった。ねえ、今日本当に泊まっていいの？お父さん帰ってきたらさ。親父今日出張だから帰ってこねえよ。お父さんいない？そういう展開。どうしよう、やばい、緊張してきた。風呂先入るよ。この展開は。シャワーを浴びた私に神余るとは興奮を隠せないよ。冷静さを装っても私の裸を想像しちゃって、心の野獣が遠吠えを繰り返してしまった。濡れた髪とシャンプーの匂い、そして潤んだ瞳で、あいつの理性は完全崩壊。そして始まる男と女のルール無用の一本勝負。やばい、どうしよう。ただいま心拍数200、手の震えが止まりません。こういう時は裸にバスタオルの方がいいのか。やりすぎか。どちら結局服を着てしまった。でもあいつの匂いがする。出たよ。寝てるの？おーい。本当に寝てるの？いつもは憎まれ口ばっかのくせに。寝てる顔は子供みたい。チューしちゃうぞ。しちゃうぞ。ねえ、チューしちゃうぞ。今日はチューするのをやめといてやるか。ちゃんと起きてる時に奪われてやる。ね、あらた。